格闘技の話題。K1 甲子園2014王者、平本蓮と、元ディープフェザー級王者、芦田貴博と、12月29日のベラトールジャパンで対戦することが決まった。そのことについて、平本は、自身の SNS に、MMA ファイターとキックルールでかよ？ってよく言われるけど、俺は、芦田選手をまず舐めてないし、危険な相手だと思ってます。だからこそ、リスペクトを持って、全力で倒しに行くと、キックルールだからといって、油断はならない相手だと、最大限の警戒をして臨むと綴った。さらに、いつか MMA のルールでも、K1 の強さを証明するつもりですと、将来的に MMA に挑戦する可能性があることを示唆した。平本がこの投稿をする約5時間前には、朝倉未来が自身の SNS にて、総合の選手が、キックボクシングの選手とキックルールでやって負けて世間的に弱いと思われていく。気に入らないわーと苦言を呈していた。平本の投稿が朝倉に対するアンサーなのかはわからないが、いずれ MMA ルールにも挑戦するという平本の心構えは、いわゆる勝ち逃げしようとする選手とは違うようだ。また、平本は、ライジンに参戦した理由の一つとして、ベラトールキックボクシングのタイトルを狙っていきたいと会見で発言したが、会見後には、ベラトールにはアラゾフがいる。一つずつ一つずつ、と、第2代 K1 スーパーウェルター級王者チンギス・アラゾフが標的であることを明確にしている。さらに、俺は、骨の髄まで K1 ファイター。誰が何と言おうと、俺はそう誓ってる。外から K1 を証明しますと、K1 愛も語った。ここで街の声を聞いてみましょう。プライベートでは彼女と別れてタトゥーを入れたり心境の変化があったんだろうなと推測します。キックのセンスは高いのでこのまま埋もれて終わってしまうのはもったいないなと思っていましたが、ベラトールでしかもアラゾフをターゲットにしているとは楽しみです。 MMA には行かない方がいいと思います。キックを極めてほしい。レーナがそうであるように、キックの人はキック、総合の人は総合をやった方がいい。他のジャンルで対戦して弱いと思われるなら、試合を受けなきゃよい。山本キッドやミルコみたいに他でも対応が、誰もができるものではない。持ちは持ち屋だと思う。格闘技って、選手寿命自体長いものではない。それに、昔に比べたら劣るが、格闘技熱はいつまでも続くものではないよね。それならゴールデンタイムに放送される団体に出て顔を売るのが一番手っ取り早く金をつかめるやり方だと思う。格闘技の話題。どっちもどっちかな。キックの選手が MMA 選手とキックルールでやって勝つこともあるし、MMA ルールでやってあっさり極められて負けることもあるし、自分から相手に自分の打法を狙いってわけわかんない挑発してたらダサいけど、互いにルールなんでやってるから批判しなくてもいいような気がする。己の強さを追求する姿は尊敬に値する。自ら他団体に乗り込み強さを極める姿勢は素晴らしい。タケルにはできないだろう。総合の選手がキックボクシングの選手とキックボクシングルールでやって負ける。気に入らないのはわかるかな。この間の工事対河原も総合ルールなら間違いなく河原が1ラウンドで KO してたもんな。平本自身はブレてないつもりだろうけど、外見からして周りが見えてないような感じ。赤い頭にサングラスってセンス悪すぎ。サングラスで会見なんてまるで打たれた試合後みたいでどうなのかと思う。 K1 の外に出たんだから口でわざわざ K1 の看板出さなくていい。ご視聴ありがとうございました。格闘技の話題いかがでしたか。格闘技の話題見つかりましたか。これからも更新頑張りますのでチャンネル登録とご視聴お願いします。それではバイバイ。